はい、皆さんこんにちは、リオです。今回のゲストがですね、プロピアニストの小林さん、小林博さんです。よろしくお願いします。小林です、よろしくお願いいたします。小林さんとはもうどれぐらいですか、はい、もう付き合いっていうのは、確か、はい、2014年ぐらいからでしょうか。あ、そんなもんですかね、はい、なんか長く、はい、ご一緒させていただいてる印象はあるんですけど、ですよね、実は6年ぐらいじゃないかと。まあ、そんな長くないですね。まあ、ただ、はい、小林さん、最近はあんまり香港にいらっしゃらないけど、はい、昔はよくね、まあ、いらしてるし、はい、で、僕は日本に来た時に、はい、その共通の知人を交えて、食事とかするので、はい、結構顔は合わせてますよね。そうですよね。はい、おそらく、はい、ね、お忙しい宇野さんがうまく調整して、スケジュールを調整してくださってから、はいはい、6年の間の中でも、はい、お会いできてる方だと思うんですけども。はい、6年っていうのはちょっと短いな、はい、そんなもんかと思ったんですが、会うことにいろんな小林さん変化があって、はい、最初にこの、やめのんですよね、はい、これで見せてもらう。これ何年前ですか。これがですね、はい、2018年の18年、はい、6月に発行されました、はい、まあ、よくピアノのメソッドって言いますと、はい、何も知らない方がピアノを上達していく、はい、そういう部分のいわゆる導入教材が、はいはい、多いという印象ですが、こちらは実はもう、はい、ソナチネですとか、はい、ある程度弾ける方の、はい、復帰用と言いますか、はい、あとはそのやっぱり、はい、皆さんご存知と思いますけど、はい、だんだん忙しくなってきて、はい、塾とか仕事とかで、はい、ピアノを続けられないかと諦めかけたところに、はい、まあ、短時間だったら取れるから、はい、そんな中でピアノをうまく続けようという、まあ、そのため の、はい、メソッドです。すごく僕もこれ、はい、読ませてもらって柔らかいですよね。ありがとうございます、はい、その肩の力を、はい、抜けと、そのもっと楽しんでやれと、はい、小林さんのそれが、まあ、一つの、まあ、ポリシーみたいな、はい、そのピアノするときに、そのあまりこう力入れずに、はい、そう、もう教える方も勉強する方も楽しみながらすると、はい、いうことですかね。もともと音楽の起源というのが、はい、まあまあ、もちろん楽しみの面もありますし、はい、まあ、宗教的な面ですとか、はい、まあ、いろいろ用途、まあ、はい、劇版ですとかオペラですとか、はい、まあ、そういうバックミュージック的な、はい、要素もありますけど、まあ、どちらかというと、はい、楽しむためという、はい、ことが、はい、用途の大半を占めているということから、はい、そういうことですね。まあ、プロの演奏家で、はい、なんて言うんでしょうね、それを生業にっていうと、はい、またちょっと違う練習法ですとか、はい、その、まあ、業界の入り方とかあると思うんですけども、はい、まあ、普通に楽しむんだったら、はい、やはり楽しい方がそれもいいでしょうね、はい、いいと思いますので、まあ、外部の人間の今意識がすると、うん、みんなプロのピアニストを目指して、はい、もうスパルタでビシビシやるという、はい、なんかイメージがあるので、はい、もうそれじゃなくてもっともう、もう気楽に、はい、もうその、もう、もう、もう本当趣味として楽しむと、はい、いうことですね。私どもの世代、はい、って言いますと、はい、やっぱり先生がまだ、はい、まあ、怖い時代といいますか、いわゆる間違えると叩かれるような、はい、僕もね、そういった話もよく聞くし、はい、ピアノやってる人は大体そういった話しますよ、はい、もう厳しかったと、はい、怖かったという話するので、ね、それからするともうだいぶ違いますね。なんかそう、やっぱり、はい、まあ、例えば楽譜がありまして、はい、どうしても楽譜って、はい、その白の紙に黒の印刷、はい、まあ、二色印刷、はい、墨一色っていうか、はい、のものが多いんで、まあ、はい、やっぱりちょっとコントラストもきついですし、はい、線も細いんでシャープなイメージがありますよね、はい、ですのでやっぱりなんかその精細なものとか、はい、なんか厳格なものってイメージを、はい、そういう楽譜の書面からも受ける部分は大きいと思うんですよね、はいはい、で、まあ、墨一色っていうか、その要は白黒っていうのは、はい、まあ、その印刷コスト的な問題もあるんですけども、はいはい、その中でいかに、はい、ちょっと柔らかくしようかということで、はい、まあ、イラストを入れましたり、柔らかいですね。ありがとうございます。いや、すごく斬新でした。あと、はい、意外と、なんて言うんでしょうね、はい、まあ、自分は、はい、まあ、誰も気づかないだろうと思って入れてた、はい、まあ、小さいこうギャグのネタが、はい、意外とこの楽譜販売店の方が全部読んでくださってて、教科書音と違いますよね。と思います。ちょっと違いますよね、はい、いろいろこう、まあ、笑いっていうか、こう、まあ、まあ、すごく読みやすいっていうか、すごく斬新 で、はい、で意外とそのネタを考えるのが時間がかかって、はい、そっちの方が、まあ、もちろん私はその、はい、なんていうか、構成作家ではないので、はい、そっちの方がやっぱり本職じゃないから時間かかるんですね。なるほど。で、はい、まあ、ちょっと2巻目からいいかなと思ってたら、はいはい、やっぱり会う方会う方に、はい、いや、このギャグはつい読んじゃいますって言われて、あ、そういうことです。読まないわけですね。ないなと。なるほど、はい、それで、まあ、はい、まあ、苦しいギャグもありますけどもそれがいいじゃないですか。で、しばらくちょっとコロナの関係で僕も日本に来れなくて、はい、で、まあ、今回久々に会ったら、はい、また出されたんですね。で、この
ピアノオンラインレッスン、はい、これ小林さん、小林さん自身がそのプロのピアニストの方で、はい、で同時にメソッドプロデューサーって小林さんが歌われてますよね、はいはい、これメソッドプロデューサーってのはどういう、はい、ことですか。ですね、結局その、はい、メソッドって言い方、はい、はい、直訳すれば、その方法とか、まあ、そういうメソッドですね、ね、はい、ですので、はい、このピアノの場合は、どういう方法でピアノを上達していこうかって、はい、そういうところのメソッドって意味合いで、はい、そういうことですね、はい、で、その上達する方法を、作るものということで、はいはい、そういう肩書きの方っていらっしゃらないと思うんですが、もちろんその、はいはい、本を書かれて、はい、導入用の本も書かれている方ももちろんいっぱいいらっしゃいますが、はい、あまりない職業なんで、はい、せっかくだからなんか、はい、なんとかクリエイターじゃないですけど、はい、ちょっと作っちゃおうかって話で、はい、このピアノオンラインレッスンちょっと読ませてもらったんですが、はい、これは非常に面白いですよね、はい、ああ面白いっていうのはね、はい、ちょっと技術的な専門的な面であんまりよくわかんないんですけど、はい、この本っていうのは対象は、はい、ピアノを、はい、してる方がまあ対象ですけど、はい、一番メインの対象っていうのは、はい、ピアノやってる方が今度はオンラインでいかに教えるかという、はい、その虎の巻みたいな本ですよね。そうですね、はい、なんか非常にこう、はい、狭いところで、ね、フォーカスされてるので、結局、はい、仮にこれがオンラインレッスンって本でも、はい、出版社的には良かったと思うんです、はい、はい、共同学出版社というの、はい、音楽専門の出版社なので、はいはいはい、どちらかというとまさにメソッド本を出している本、メソッド本を出しているということですね、はい、うん、で、そんな中で、はい、実は私20年ほどそういうリモートレッスンを、はい、当時は、はい、20年、はい、長いですね、はい、当時は多分、はい、そのオンラインと言いましてもインターネットは存在したんですが、はい、その動画を送受信リアルタイムでできるほどもちろん容量はないので、はいはい、DVD に焼いたりとか、はい、あとそのビデオテープを送ってもらって、はい、こっちがその相手の演奏を見て、はい、添削で返すっていうような、はい、そういうムービーをずっと作ってたんです、はい、でそれが20年前に、はい、とある一人の生徒さんが、はい、せっかく上手になったのに、はい、転勤になっちゃったんですよっていうところから始まりました。あ、はい、あってでき、勉強できなくなったんですね、はいはいはい、で仙台市だったんですけども、はいはい、東京と仙台市で、はい、往復してもらうわけにもいかないし、まあ、そうですね、うん、はい、とりあえずはじゃあビデオでやってみる、はい、っていう話で始めたのが、はい、20年前、約20年前ですね。はい、20年前だとやってる人いないですよね、はい、はい、多分音だけは、はい、吹き込んで先生に送るとかは、待ったかもしれませんけども、はい、映像付きでは、はい、ないか少なかったかとは思います。オンラインでピアノを教えるというのは、はい、オンラインとの相性というのはどうなんですか、はい、いいんですか。はい、ある程度ちょっと割り切らないといけないところはあると思います、はい、やはり、はい、音質的なところとかで、はい、どうしても今のビデオチャットっていうのは、はい、その限られた、はい、その転送スピードの中で、はい、やり取りするために、はい、音の音質、はい、音質ですよね、はい、帯域を、はい、周波数帯域を削ったりとか、はい、楽器にしてはちょっと情報量が足りない状態でやり取りはすることになるんですが、ただやはり大切なのはその人間が、はい、どう先生側が説明できるかっていう、その説明が、はい、通じればいいと思います、はい、音だけ気にしちゃうと、はい、音悪いな使えないなで話は終わっちゃうんですけどだけ ど, なるほど、うん、これをいい機会に、はい、例えばじゃあ、はい、映像を見てて、はい、随分肩上がってんねとか、はい、うん、じゃあ今回ちょうどこのオンラインの間に、はい、力を抜く練習しようかとか、あ、そういった指導するわけですね、はい、あとは、はい、普段自分だと絶対やらなそうな、はい、面倒な練習とかを付き合ってあげるとかです、ね、ああ、なるほど、はい、その、うん、生徒さんからするとやっぱり、はい、そうやってこういろいろ見てもらっているというと、はい、やっぱこうモチベーション上がるんですかね。はい、言ってみたらそのムービーを送ってもらって、はいはい、それに対してもう一回ムービーをこちらで撮り直して返すのでも、はい、多分、はい、なんでしょうね、そんなに変わらないと思うんですけども、はい、その、はい、なんでしょうね、効果は、はい、うん、ただやっぱりリアルタイムに、ちょっと見ててもらってるから、はい、その間はちゃんとやろうかとかそれぐらいでもいいと思うんですよ。生徒さんが、はい、自分でこう、演奏してるところを、はい、その、はい、曲音楽付きで、はい、動画を撮ると、はい、そうするとこう鍵盤を叩くその角度とか、はい、そういったものが分かるわけですよね、はい、やっぱりその、はい、こちら側からお送りする画面っていうのは、はい、角度がいくつかあって、はいはい、そこを3次元的に情報を送ることはできる、切り替えが送るわけですね、送れますけども、はいはい、生徒さんの方にやっぱそれだけ用意してもらうことはできないので、はい、だいたいここの鍵盤の横にそのスマホを置いてもらって、はいはい、そのカメラで、はい、
手元だけとか、あ、ここに置いてやるわけですか、うん、はい、一番手軽な例としてはですね、あ、そういうことなんですね、はい、でそれか、はい、少し余裕が出てきたら、はい、例えばスマホ用とかタブレット用の三脚でちょっと引きの絵で肩まで映るですとか、はい、あ、いろんなパターンが、そういうことですか、はい、でそこはやっぱりその、はい、絶対この画角じゃなきゃって強要しちゃうと、はい、あっちも生徒さん側もやっぱりその、はい、まあ、ちょっと面倒だなとか、まあ、なっちゃいますんで そこはもう、はい、できる範囲でというふうにお願いしてます、はい、でその中で、はい、だいたい手つきを見てると、はい、まあ、例えば肩が全部映ってなくても、はい、あ、肩上げてるからここが引きにくいんだなとか、あ、そういうの、うん、はい、小林さんからしてはもう分かるわけなんですね、だいたい分かります、はい、あ、そういうことですか、はい、やっぱり慣れてくると、はい、仮にこれ映像なくても、はい、なんかリズムが悪いところがそことかっていう要素から、はい、おそらくこういう形の腕や体つきで引いてるんじゃないだろうかは予測できたりします、はい、あ、それもイメージできるわけなんですね、大体できます、あ、はい、そういうことですか、多分私だけじゃなくて、はい、その経験積んだ先生でいらっしゃれば、はい、おそらくその辺っていうのは大体予測ついて、はい、ほぼ的確なコメントっていうのができるんじゃないかなと思います、はい、なるほど、はい、まあまあまあそうするとすごくいいですよね、はい、まあまあ、ピアノとそのオンラインの相性が、まあ、まあまあ比較的いいってことなので、はい、そうすると、まあまあ、こういったコロナの時代だったら、はい、まあ、どこからどこにいてもできると、はい、もう別にその対面で、まあ、対面でやるのもいいでしょうけど、はい、そのオンラインでも十分できるってことですよね、はい、両方なんか活かせば、はい、こういう時代って結局何か一つではなくて、はい、いろいろな方法が、こう提供されている、しかも はい、ほとんど無料だったりとか、はい、安価に手に入れられるアイテムでできますので、はい、もう利用しない手はないかなと。それを20年前から草分けで本当のオンラインレッスンの草分けですね、はい、まあ、多分、はい、なんかそういう、はい、逆にちょっと前まではなんか変なことする人っていうぐらい の変なこと、変人扱い的な要素、そういうのがあったんですか割とだから今、はい、知らん顔してオンラインやってる人も、はい、数年前に僕が話したら、はい、多分、なんか変なことするね、わざわざみたいな感じの、まあ、そんな空気でしたよね。あ、はい、それがここ数年ですか。ああ、まあ、もう最近でしょうね。もう、はい、だから2年前でもそんな空気でしたね、はい、あ、そういうことですか、はい、で10年ぐらい前に至っては、はい、それこそなんかうちのスタッフにまで、はい、まあ、とある生徒さんが引っ越すことになって、はい、まあ、じゃあネットでやろうよ、ネットっていうか、まあ、その頃はまあ DVD ですね、はい、まだ、うん、はい、でやろうよって言ったら、なんかその場で、まあ、飲み会だったからいいんですけども、はい、なんか社内のスタッフにやめた方がいい、はい、いいよみたいなことまでこうちゃちゃ入れられちゃうぐらい、結構変なものって扱いでしたね。うん、もしかしたらその人も今もうなんかそんなこと忘れてやってるかもしれませんけどまあまあまあね、また早くやったってことはもう何よりも財産ですので、はい、いいですよね、はい、やっぱりやってみないと分からないことも、はい、多かったですね、はい、そうですよね、はい、まあ、オンラインと相性がいいなんていうのはね、はい、まあ、本当やらないと、はい、全く分かんないことですよね、はい、はい、多分だからその最初 の、はい、第1号の生徒さんも、はい、最初はやっぱりそのいわゆる動画で、はい、その非リアルタイムですよね、はい、うん、でどういうふうにできるのかなってやっぱ不安な面もあったらしいんですけど、はいはい、やっぱりなんか一番良かった面として、まあ、これは本に書いてありますけども、はいはいはい、その丁寧になんか分かるまで説明してくれたりとかって、あ、なるほど、説明がいかんってところだと思いますね、はい、なるほど、なるほど、はい、まあ、まあただそうするとね、まあ、社会中にその音楽勉強する人はもう、まあ、もう数限りなくいると思うんですけど、はい、まあ、その先生についてそこに行ってっていうものがこう省けるだけでも、はい、もうだいぶ違いますよね、と思います、まあ、時間の節約もなるし、まあ、どこにいる人も勉強ができる、はい、ということなので、はい、それではその機械に関してはなんかこう 平等になってくるのかなと、機械も平等になるし、いろんな人がそうですね、まあ、チャンスが、まあ、そういうことですよね、と思います、はい、わかりました、はい、なんか非常に面白い話で、小林さんもし差し障りなければ、はい、なんか一曲、はい、なんか非常に、はい、そうですね、
ー